皆さん、こんばんは。早速始めていきたいと思いますで。コミュニティビルディングワークショップジャパンの第1回ということで、しゅうせいさん、よかったら画面共有していただけますか <laughs> はい。ということで、コミュニティビルディングワークショップジャパンの第1回です。皆さん、どうぞよろしくお願いします。で あの今日は第1回でキックオフ。まあなんかこれがどうしてこういうワークショップをすることになったのかとか、このコミュニティビルディングワークショップって何なのっていうお話から始めて、ミートアップイベントの成功持続のためのヒントということで進めていきたいと思います。で、えっ、ー、と、本題に入る前に、いわゆる 行動部コンダクト、行動規範的なものなんですけども、イベント参加におけるお願い、歓迎されることと歓迎されないことを皆さんとお話ししていきたいと思います。でまず、歓迎されることなんですけども、雰囲気の良い誰もを受け入れる環境を全員で育てていきましょう。思いやりを持ち、お互いを尊重し、協力的に行動しましょう。品位のない、 差別的迷惑な行動や発言は慎みましょう。周辺や他の参加者に気を配りましょう危険な状況や誰かが困っていることに気づいたらイベント運営者に知らせましょう GPL を含めた WordPress オープンソースプロジェクトの原則を守ることできる範囲で発言や反応をして能動的に参加しましょう今後のイベントの企画に参加していただくのも歓迎です ということでよろししくお願いします今はもうチャットでどんどんみんながあの「こんばんは」とか書いてくださっていてすごい嬉しいです。<laughs> どんどんチャットも盛り上げていただけるといいなと思います。ええっと、こちらイベント参加におけるお願い歓迎されないことです。特定の企業や個人の利益を追求すること。威嚇的、迷惑。 虐待的、差別的、軽蔑的、屈辱的な行為、迷惑的行為には以下が含まれますということで、性別、性的指向、人種、宗教、障害に,に関する攻撃的な口頭のコメントと、チャットも含みます。プレゼンスライドを含む公的空間においての裸体や性的画像の不適切な使用。 嫌がらせとなる写真撮影や録音、プレゼンその他のイベントに対する継続的な妨害、不適切な身体的接触、歓迎されていない性的な注目と。以上は抜粋しているものなんですけども、ワードプレスコミュニティの行動規範にのっとっています。詳しくは、下記リンク先をご覧くださいということで、これはまた最終的にのこのスライドをシェアすると思うので。 興味のある人は詳しく見ていただけたらいいなと思います。はい。では、今日のアジェンダ進んでいきます。結構盛りだくさんです。<laughs> ねえー、とこのワークショップの概要、今後やるトピックについて紹介で、えーと。自己紹介タイムを設けたいと思っています。ブレイクアウトルームを利用します。でミートアップの基本のおさらい。 ネクストジェネレーションイベントの概要、採用オリエンテーション受けること可能ですよ案内、イベントサポーターという役割のご紹介、イベント会場費用申請について紹介、使うツールやコンテンツの紹介、でみんなで記念写真を撮って Q&A があったらやって終わりです。だいたい1時間半ぐらいを予定しています。というわけで、 本題に入りたいいと思いますで、えー、と今日は皆さんすごいたくさん参加してくださって多分どこで見てこられてるのかなワードスラックとかまあなんか SNS のシェアとかを見てくださった方が多いのかなと思っていますで、えー、とコミュニティビルディングワークショップジャパンっていうのは何かっていうとコミュニティスキルを一緒に学ぶワークショップですというふうに させて,もらっていますで何かというとちょっとあのなおさんがあの告知のチームで書いてくださった文章とかにもあったんですけどもなんかコロナがあってやっぱりコミュニティの活動がまあオンラインがメインになってなかなか会うことがなかったりとかしてみんながすごい悩んでる時期があってでそれが今年ぐらいになってから割とこう対人が。 復活してきた中で、なんか割と活発になってきたっていう雰囲気があるんですね。で、活発になってきたっていう雰囲気もありつつ、現在、あのグローバルのワードプレスコミュニティグループでの動きとしては、えっと、昨年からやっていたものがミートアップグループの再活性化。 でここでミートアップのオーガナイザーしてる方とかいらっしゃって、あなんかしばらく開催できてなかったなとかいう人がいたら、なんか声をかけられた記憶があったりするかと思うんですけど、なんかどうなってますかっていう声をかけたりして、あの再活性化をしたりしていました。それから、えー、とグローバルの、えー、とコミュニティチームの方でも役割の名称とか担当範囲を変えて、もっとスムーズに。 サポートがががでできききたたりり運営しようっていうい動きがありますそれからあのこのコミュニティビルディングワークショップっていうジャパンっていうのもそうなんですけど次世代イベントの試みっていうことで詳しくはまた後ほどご説明させていただくんですけどもこの今までやっていたワードキャンプとかワードプレスミートアップっていう枠ではないイベントの形がワードプレスコミュニティとしてできるんじゃないのか。 っていうので、それののお試しみたいいなのが始ままっていますでこのコミュニティビルディングワークショップジャパンというのもそれの一つです。で、なんかそういうふうに活発になっていってる中で、なんか日本のコミュニティももっともっとよりよくできるんじゃないのかなっていうことを考えました。で なんかより良いっていうのはどういうことかっていうとなんかすごい難しいんですけど例えばなんかオーガナイザーやりたいっていう人がスムーズに楽になんかコミュニティ運営をできるとかなんかみんなで一緒にこういう風にしたらいいんじゃないっていう話ができるとかそういうこともあるのかなと思っています。ということで、えっと、そういう風なコミュニケーションをとりながら コミュニティのことを考えていくっていうワークショップを一回こっきりじゃなくてちょっと連続して続けていこうという試みがこのコミュニティビルディングワークショップジャパンになります。で、えっ、ー、と、まず6ヶ月間、月に1回特定のトピックについて取り上げて話し合ったりあのしていきたいなと思っています。 で学び、ナレッジを共有していく連続性のイベントです。で連続性のイベントなんですけどあの、全部参加しなきゃダメっていうわけではなくって、このトピック気になるなとかこれだ、この時間だったら参加できるとか、このタイミングだったら参加できるとか、そういうふうに全部は参加しなくても大丈夫です。というところで、でえー、とこんな方の参加を想定していますっていうところで、あ <laughs> はい、<laughs> えっとミートアップのオーガナイザーで共同オーガナイザーを含むっていう風にしています。何かっていうと,、えー、とミートアップのこれあの今日の中でも再オリエンテーションあの可能ですっていう話をしたりするんですけどミートアップのオーガナイザーに、えー、と誰かが運営していて後からなったよっていう人とかもいると思うんですけどそういう人が あの自分たちのイベントとしてのミートアップっていうのは分かってるけど、もうちょっと全体のことを知りたいなとか、そういうこととかもあるかなと思っています。で、今後、ミートアップを開催したいと思っている人、それからミートアップの運営に興味がある人で、もっともっと単純にワードプレスが好きな人っていうのも歓迎しています。ということで、なんか周りにこういう人がいたら、ぜひこういうのある、こういうコミュニティビルディング、 ワークショップジャパンというのが今始まってるよって、ぜひお誘いしてください。というところで、運営メンバーの紹介をさせてください。今までしゃべっていたのが私ぬかがじゅんこになります。えっ、ー、と、日本の小木島というところに住んでいて、ワードプレスコミュニティでは、えっ、ー、と、ちょっと前まではデプティっていう <laughs> 名前で、今は、えっ、ー、と、コミュニティ プログラムサポーター、あれ合ってると <laughs> いう名前に変更になった、こう皆さんをサポートする役割を持っています。じゃあ、えっ、ー、と、奈オさん、お願いします。こんにちは。私も。 屋久島という鹿児島の島に今住んでますが、えー、私もえコミュニティサポーターと、あとプロジェクトなんだっけ、マネージャーだっ <laughs> <laughs> 名前がよくわからないんですけども、<laughs> なんかあの皆さんサポートしつつ、えー、今、鹿児島のミートアップオーガナイザーになりました。えー、ということで、では、ゴーテンさん、お願いします。はい、ゴーテンと言いますと、僕は島には住んでなくて。 陸にいます、えっと。大阪にいまして、えっと、関西ワールドプレスミートアップの、えっと、一応オーガナイザーにはなっているんです。共同オーガナってるんですけど、あんまり最近は活動できてなくて、他の人に任せてる感じです。えっとちょっと 割と前まではワードキャンプのメンターとかもしていたんですけれども、おそらく次、えっと、体制が変わるということで、また、なんかこう、新しい役割を担うようになると思います。よろしくお願いします。しゅうせいさん。はい、皆さん <laughs> こんばんは。 はい。あの、島に住んでる人が多いんですけど、<laughs> 僕自身も一応日本という島に住んでるんですけど、日本、日本列島という島に住んでるんですけど、まあ本州、東京にいます。えー、東京のワードプレスミートアップを、ミートアップの共同オーガナイザーがいつつ、日本国内、海外でワードキャンプ開催したり、ワードキャンプのメンターしたりとか、やってます。はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。 で、ちょっとここまで一気に来たんですけど、運営について。えっ、ー、とこ、他の3人からこのコミュニティビルディングワークショップジャパンについて私が話したこと以外になんか追加とかあったりしませんか大丈夫はい。<laughs> 大丈夫そうなので、じゃあ先に進みたいと思います。で、今後の運営を一緒にしたいとか、発表 希望しますっていう人も歓迎なので、ぜひお声掛けください。で、えーと、このコミュニティビルディングワークショップジャパン、じゃあ今後どういうことをしていくのかっていったときに、自分たちでちょっと考えている予定のトピックはいかになります。えっ、ー、と、メイクワードプレスコミュニティチームへの参加方法、今、なので、ここにいる4人はメイクワードプレス まあなんか日本だったらグローバルって言い方をしたりするんですけどとコミュニティチームに参加しているメンバーなんですがどういうふうにしたら参加できるのっていう話とか、えっと、登壇者のダイバーシティ今やっぱり世界的にこう多様性をどういうふうに大事にしていくかっていう話が進んでるんですけどじゃあ具体的にそれってどうしたらいいのっていうやり方や考え方の話。 あと GPL についての FAQ、これはワードプレスの、えー、と何かイベントを、公式イベントをするってなると、必ず大事になってくるものなので、でかつ、まあ、何か困ったこととか分かんないなっていうことも起こりやすいことだと思うので、そういうことの話し合いの場とかも持てると思います。でコミュニティ運営にオープンソースの手法を応用するには、 あの私があの最初に読み上げたものになるんですけど、行動規範はなぜ必要なのかとかっていうことをお話していきたいと思います。まあ、取り上げたいトピックがあったら、ぜひ教えてください。はい。で、えっ、ー、と、ズームのチャットでお気軽に会話、質問してください。それとハッシュタグがちょっと分かりにくいかもと思いつつ、 CBWJ, コミュニティビルディングワークショップジャパンの頭文字を取っています。この下のひ右下にずっとコミュニティビルディングワークショップジャパンって出てるので忘れたらこれの頭文字と思ってくれたらいいかなと思います。で、あの、ぜひ Twitter じゃないんですね。X に <laughs> ポストするときにはあの、このハッシュタグと一緒になんかワードプレスとかつけてくれたら いいなと思っています。ぜひそういう盛り上げ方にもご協力ください。で、えっ、ー、と最初のメッセージにも、えー、と重なるところはあるんですけども、もしこういった中でチャットでこの人こう言われてるとか、うんなんか個人 チャットでこういうの飛んできたとかな何か分からないんですけど何か不快な声を見かけたりしたら運営者にプライベートメッセージでお声がけください運営の名前には運営がついていますでイベント終了後こういうことあってちょっと嫌だったとかがもしあったら、うん、meetup.com のメッセージを送信からお願いしますというわけで自己紹介タイムに入りたいと思います ブレイクアウトルームで、まあ、1人1分を目安に自己紹介をしてくださいっていうところで、何部屋に分けましょうか ?22 名。えーっと4、4で割るといくつですか ?4 で割ると5。じゃあ、5部屋作りますね。はい。 作っ,といていっていいいくださう話ななんですけどねんかこ私でもなんかこういうふうにみんなで話しながらやるのとか結構好きなんですよねなんか全てが準備されたところではなく、えー、あ四部屋,、はい、部屋4部屋にします4部屋はいします、はい、自分をアサインすることができるんです、ね、あそっかそっか はい。あの、運営が一人ずつ入るようにします。おありがとうございます。さすが。多分これでいけるかなはい。ちょっとださい。ちょっと今飛ばすんですけど。はい。あの、あれ、残る人いないとダメなんでしたっけいや、全員行きでいいと思います。はい、わかりました。 <laughs> そして今増えた <laughs> 22人はい22人になったはいた今から今からブレイクアウトルームで自己紹介をします1分ね一分ですね一分,、えー、分全部で5分ぐらいで戻ってはいなので何時ですか今今18分18分なんで20 2十、はい。分 5分ぐらいおめで。<laughs> はい。はい。アナウンスを出します。はい。じゃ、皆さん。部屋に行きますよ。はい。はいはい。じゃあ、飛ばします。はい。で、えっ、ー、と、ワードプレスのイベント、それにあたって困っていることはありますかという質問を、ちょっと投げさせて。いただきたい。 というか <laughs>、ちょっと投げさせていただきます。で、なんか今、発言したいよっていう人いますあんまりないかも。今、なんか自己紹介の中で出てたのは、やっぱりちょっとコロナがあって、あんまり集まりにくくな,かなって、こう、それが、 を引いてるみたいな話とかあまさにあの杉山さんも書いてくださってるんですけど会場探しがちょっと大変とかいう話が出てきたりしていますそうですねオフラインがねまだ人が戻ってこない地方は割とやっぱり人を集めるのがなんか大変みたいなでミートアップとしては2人でもミートアップだから2人でもいいんだよっては言うけど じゃあずっと2人でモチベーションが保てるかっていうと <laughs> きっとそうではないっていうところもあると思うのでちょっと大変かなと思ったりしますちなみにさっきグループで僕はオンラインとオフラインのハイブリッドで開催する場合のそのノウハウや機材等がわからないのでもう先行しているところがまとめてくれたりすると いいなーっていう意見が出てきて、ね、確かにその手のプロの人たちにまとめてもらうと良さそうだなーって僕は思いました。<laughs> てか、戸田さん。戸田さん、も <laughs> それはもう、修正さんがま、まとめるしかないのではないので、グループの皆さんには、あの、ワードキャンプ東京が終わったら、まとめますってお約束をして、<laughs> 部屋が閉じました。<laughs> <laughs> 鹿児島でもこの間、私が参加したいって言ったんで、ハイブリッドしていただいて、すごいスムーズにしていただいて、でもね、やってみないと難しいかなとかありますよね。うん。こ3日だけやったもん、ハイブリッド。なんか、お手軽ハイブリッドとガチハイブリッドが僕2個あると思っていて、両方頑張ってまとめたいと。 思います。<laughs> お手軽でいいんじゃないですか。<laughs> こっちはどういうニーズなんですかカンファレンス的なやつ。東京でやってる配信はガチですよね。全部機材を入れ込んでるので。うんなので。あ、でもこの間ね、あの、10周年イベントで、あ、20周年イベントで。20周年。20周年。はい、割とね。うん。はい、やりましたけどなので、いいです。会場、会場ね。ね、えー。はい。 あじゃあ、ちょっとこれをチャットに書きながら進んでいきたいと思うので、ちょっと思いついたとか、なんか最後にまた FAQ の時間があるので、そこでも取り上げていきたいと思うので、ぜひあったら書いてください。ということで、進行は次。ミートアップの基本のおさらいになります。ということで、バトンタッチで、しゅうせいさん、お願いします。はい 次はミートアップの基本のおさらいというところなんですけど、まあもう結構ミートアップ運営されてる方、参加されてる方多いと多いので、まあ知ってる方も多いと思うんですけども、えー、え今一度確認ということで。 えっと、そもそもじゃあ、ワードプレスミートアップとは何かというところで、えー、これ各地ね、ミートアップやるときに結構言ってもらったりとかしてると思うんですけれども、本当全世界、日本国内のみならずグローバルも各地で開催しているワードプレスに関わるイベントを運営する人たちのためのネットワークのことを指します。で、えーそうえっと、ミートアップ .com という一つのサービスの中でみんなで、えー、っと、個々の グループを立てて、そのグループの中でイベントを開催して、参加者を募って、コミュニケーションを取って、やっていくっていうのをやっています。えー、そんな中で、えー、もう何年、meetup.com っていうのが始まって何年なんだろうな。ちょっと忘れちゃったんですけど、まあ、もう今、今日、今日、本当今日、今日で、えー、っと、107カ国にグループがあって、全体で715グループあって、 で,で、全体の総延べ人数が50万人以上。まあ、正確には51万ちょっとぐらいの、まあ、50万人以上が参加しているネットワークとなっています。で、じゃあ、あすみません、51万じゃなくて50万1000でしたね。えー、まあ、じゃあ、世界中どこで開催されているのかなっていうのを見たい場合は、この URL の meetup.com スラッシュワードプレスっていうのにアクセスすると、 えっと、あの、全部、世界、全世界どこで開催されてるっていうのが見れて、本当にアジアもいろんなところで開催され、ヨーロッパやアメリカなんかもう小さい赤い点がめっちゃ密集してるんですけど、あの、もし皆さん、まあ、国内でもね、海外でも旅行に行くときとか、えー、どっかにカンファレンスとか、自分の用事で行くときにある場合は、そのミートアップに遊びに行ってみるっていうのも面白いのかなと思います。 で、じゃあ、そんなミートアップ、日本じゃどこで開催してるのやっていう話になるんですけれども、えー、今、北は札幌、南は鹿児島ですね。えー、までで、えー、と26のチャプターが、えー、チャプター、グループ。まあ、僕らはチャプターって呼んでるんですけど、グループがあります。えー、札幌、福島、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、富山、福井、石川、長野、岐阜、山梨、静岡、愛知、三重、 関西、島根、岡山、徳島、香川、愛媛、福岡、熊本、宮崎、鹿児島であります。で、こんな中で東京と関西だけが、えっと、一つのグループの中に枝分かれするような感じで何個もマイクログループみたいなのが立ち上がっているので、えー、関西なんかは京都は 関西の中で京都のグループ、大阪のグループ、えー、兵庫、神戸のグループ、えー、奈良のグループみたいな感じで分かれてたり、東京は東京で23区内で、えー、八王子八王子、東京都内は都内とかで分かれてるんですけども、こんな感じでいっぱいグループがあります。あ、では神奈川も、はい、神奈川もブランチが分かれてるような状態になっています。はい、なのでまあ皆さん、今現在はここに住んでるけど、 自分自身の実家はここでした。あ、実家でもミートアップあるじゃんと思ったりとか、えー、次旅行行く先でミートアップのグループがあって、たまたまミートアップやってるっていうのを見れたりとかしたら、行ってみるのもいいと思いますし、まあ、こんなコロナか、コロナか、えー、オンラインでやるグループも増えたので、オンラインだともう自宅にいながら参加もできるので、そういうので自分のいつも行ってるグループとは、また違うグループに遊びに行って、新しい人と交流して、 意見交換をしたりとかってするのも楽しいかなと思うので、ぜひ見てみてください。で、ミートアップをやるときなんですけれども、ミートアップをやるときには、まあ一応ルールというか、お願いを、えー、運営する人の皆さんには、参加者にも伝えてねっていうルールがあって、僕らは5つのルール、プラス1。まあ僕らは5たす1のルールって呼んでるんですことが多いんですけど、えー、っと、これ、あの、詳しくはこの URL、 を見てもらえれば全文が載っているんですけれども、ちょっと要約すると、目的としてはコミュニティ全体の利益を目的としましょう。自分だけのこと、または登壇者だけのためとか、特定の個人だけが利益が得るようなことではなく、みんなで一緒に成長する。みんなで一緒に新しい気づきを得る。学びを得るっていうふうに、開催しましょうと。にしましょう。で、2個目として、あらゆる人が参加できるようにしましょう。これは、 個々の能力、能力であったり、その知識の量、えー、技術等々、あとは、まあ、それこそさっきダイバーシティの話がありましたけど、そのいわゆる性別、年齢、えー、職種、もろもろ関係なく、誰でも参加できる、えー、オープンな環境を作っていきましょう。で、3、3個目として、無償ボランティアによる運営がなされていますと。なので、もしかしたら、そのさっきお話が出た配信とか、 をやり始めると、もしかしたらプロと比べると、至らない点があるかもしれないし、イベント当日も、あ、これがちょっと足りないなとかってあるかもしれないけれども、基本みんなボランティアでやってますので、まあ、お互い助け合って、運営の人をお手伝いするっていうことも嬉しいなと思いますし、えー、運営者が何か手伝いが必要だったら、参加者に対してすいません、ちょっと椅子片付けるの手伝ってくださいとか、そういうふうに声かけるのも、みんなで一緒にやることになって楽しいだろうし、いいなと思います。 で、4番目には、2と似て、番目と似てるんですけども、基本的に誰でもイベントを企画できる。まあ、誰でも参加できるようにしているので、まあ、特定の誰かが、こういうトピックを知りたいです、こういうのを話してほしいです、こういうのを知りたいですっていうのがあった場合は、そういうのをまず聞いて、じゃあ次回そういうのできないかを検討してみましょうとか、または、こういうのやってみたいですっていう方がいる場合は、その人もぜひ積極的に参加してもらえるように、運営だけでこう、 ガチガチに別に固める必要もなく、新しい人も入っていただいたり、新しいことをチャレンジしたりとか、することもできるように、えー、オープンな環境にしましょうと。で、5番目も、結構似てるんですけど、誰でも受け入れる環境を作っていきましょう。それはやっぱりその、言語もそうだし、まあ、能力ももろもろ関係なく、えー、新しい人が来ても、お久しぶりの人が来ても、 みんなで楽しくイベントができるように、オーガナイザーは心がけていきましょうっていう感じで、お願いをしています。で、このプラスワンのルールのところなんですけれども、ワードプレスというソフトウェア自体が GPL で配布されているソフトウェアであるので、そのソフトウェア、大元のソフトウェアのライセンスを守りつつ、あと、ワードプレス自身のオープンソースのプロジェクト自身の原則、 を守った上で、えー、イベントも運営してくださいと。その、やっぱりソフトウェア自体とイベント、それを取り巻くコミュニティのが乖離してしまうと、参加する人にとっても、はてなマークが浮かんじゃったりすることもあるかもしれないので、そういうのが起きないように、みんなで気持ちよく、えー、育んでいけるコミュニティにできるように、えー、オーガナイザーはしていきましょうっていうので5、5たす1のルールをお願いしています。 はい。というのが今までのおさらいだったんですけれども、ここでも質問があれば、またコメント欄に書いてください。では、今回、さっき、根かがさんからもちょっと話があったんですけど、次世代イベントとは何ぞやというところをバトンタッチします。なおさんにお任せします。はい。 えー、それでですね、まあ、今回ですね、まあ、イベントの開催についてちょっと知りたいなっていう方が集まってくださってるのかなと思うんですけども、今ワードプレスの、まあ、いわゆるグローバルのコミュニティで、このネクストジェネレーション次世代イベントっていうのが、まあ、ちょっと話題に上がってきてるので、それが何なのかについてご紹介したいと思います。皆さんのこうイベント運営のインスピレーションになればと思います。 えー、クストジェネレーション次世代に向けたこのパーパスっていうのはですね、あの、まあ、今までですね、ワードプレスの、まあ、ワードキャンプとかもそうなんですけども、ワードプレスイベントの、あの、なんでしょうね、こう、目的みたいなものが掲げられていて、それはちょっと単純なんですけども、コネクション、インスピレーション、コントリビューションっていってことで、まあ、皆さん、人と人のつながりと、あと、ま、インスピレーションっていうか、こう、 このイベントに行くことでなんかこうインスパイアされるようなイベントと、あとまあコントリビューションということで、えー、行くことによってワードプレスに何かこう貢献したくなるようなことを、あのー、こう活性化していきましょうみたいな、あのー、結構シンプルなパーパスみたいなのが掲げられていたんですけども、まあ、このコロナが終わりまして、えー、まあいろんなイベント、オーガナイザーの人たちも 新しいこう方向性を探る中でこうあ、ちょっと、もうちょっと詳しいパーパスみたいなのが提示されたので、それをちょっと翻訳してみました。ワードプレスイベントは、ユーザー、ビルダーっていうのは、ワードプレスのサイトを作る人、デザイナー、エクステンダー、例えばプラグインとかテーマを作る、そのワードプレス自体をこう拡張する人々の方々が利用しやすいトレーニングやネットワーキングを通じて、イノベーションと普及に貢献します。 イベントっていうのはただみんなが集まるっていうことを、まあもちろん大事なんですけどもそれの先にこう,こういったユーザーの人たちが何かこう新しいスキルを学んだり、まあ、お互いにつながることでネットワーキングをしたりしてワードプレスが新しい何かを生み出したりもっと多くの人に使われたりするようなことにつながっていけばっていうのを目,目,目標としています。で私たちははっていうのは、まあ、コミュニティテン チームに貢献する人たちは、えー、現在、そして未来のワードプレスユーザーのために、21世紀にたあの必要なスキル、ビジネスチャンス、パートナーシップを促進することで、コミュニティを支援します。まあ、この21世紀にたい必要なスキルっていうのが、あのまあ、そのまま翻訳なんですけども、21st century skill とか言われてるんですけども、まあ、あの今まで、まあ、20年間のワードプレスの過去と比べて、まあ、新しい今、まあ あの世紀も変わったことですし今後の将来に必要なスキルとか、まあ、ビジネスチャンスっていうのはえワードプレスを使って、えーまあ、その仕事をしたりとか、まあ、パートナーシップということで、まあ、仕事のつながりもそうですし、まあ、何かあの、まあ、本当にお金を生み出すようなプロジェクトじゃなくてもこう一緒にしてくれる人を見つけたりとか。 そういったことを促進することでコミュニティを支援しますということが新しいパーパスということで掲げられています。なんでまあ、今まではまあ、あまりそんなに変わったっていうことはないかもしれないんですけども、もうちょっとクリアになって、あの、まあ、それこそ次世代ですかね、将来に向けての,あのビジョンがはっきりしてきてるのかなという感じです。 で、まあ、これは掲げられても、それだけでは、じゃあ何,何が違うのみたいな話なんだと思うんですけれども、えー、その、それを受けてですね、新しいことと、すいません。イベントの、まあ、概要みたいなものが、えー、上がってます。で、まあ、目的としてですね、コミュニティの再活性化まあ、これは本当にコロナの影響もあるんですけども、コロナ禍の後に、まあ、 今までのようにまた集まりましょうって言っても、まあ、結構人と集まるのが障壁があるというかあの壁があるあのバリアがあるのでなかなか難しかったりとか、まあ、今までと同じことをやるのも集ま,まんないよねということで新しい試みが求められていたり、まあ、それと今まで同じ人が集まってたのを あの、それをただもう一回やり直すんではなくて、やっぱり新しい人たちに来てほしいということで、新しい参加者を増やす試みとか、まあ成長継続ということで、コミュニティがこれからも長く続いていくためにはどうしたらいいかとか。まあ、それとですね、まあ今まではですね、ミートアップっていう一つの形とワードキャンプっていう形があって、別にこう定義されてたわけではないんですけど、なんとなくこう形が 決まってたみたみいなのがあると思うんですねミートアップは例えば、1人のスピーカーの人がいて、1人とか2人とかいて、まあ、それを聞いて集まってあの、そういうセッションがあって終わりみたいなのとか、えー、ワードキャンプはまあ前日にこうスピーカーの人たちが集まる会があって、当日にイベントがあって、セッションを聞いて、アフターパーティーというかこう、コープ。 懇親会があって終わって、みたいな、そういう方が結構あったのかなっていうのはあるんですけども、まあそれを一回置いておいて、もっとなんか本質的にこう参加者の人とか運営者の人が求めてるものは何か優先順位っていうのを考えていこうかなみたいな、えー、動きがあります。で、具体的にですね、それをまあ呼びかけた結果として生まれてきたイベントの例としてですね、えー、ワードキャンプライプツヒといって、えー ドイツって、えー、結構最近7月にですね、4月の最初に行われたイベントがあったんですけども、まあ、これ一応ワードキャンプっていう名前になっているんですが、えー、参加者の上限が90人、えー、実際はですね、この半分、50人とかが集まったのかなっていう感じなんですけども、ワードキャンプとしては比較的少ない規模ですが、運営チームは5人、えー、主に地元の参加者に向けて来てほしいということで、 え、あえてですね、遠くから来る人は、えー、公共交通機関だけしか使っちゃいけないみたいな、なんか、ちょっと細かいことよくわからないんですけども、あの、自転車でわざわざすごい遠くから来た人がいたりはしたんですけども、基本的には地元の人がターゲット。で、グッズとかスピーカーディナー、まあ、懇親会はやらない。 で、参加費は、えー、9ユーロですね。日本円にすると1400円なんですけども、まあ、比較的、えー、安い規模で、まあ、小規模に行ったワードキャンプっていうのを、えー、やっているコミュニティがありました。で、その、えー、もう一つ、この下の写真なんですが、えー、セビージャということで、えー、スペインのセビージャっていう街、えー、ですかね、地方ですかね、あるんですが、えー、準備期間は20日間。 ワ、えードプレスデイていうイベントをやりました、えー。これはシンプルなコントリビューターイベントということで、まあ、コントリビューターデイていうのは日本でもやったことはあるんですけれども、このイベントではフォーラムと翻訳と動画チームのみの、えーまあ、こうやり方を教えることしかしていなくて、たった3つだけなんですけれども、えー、コントリビューターのイベントをやりました。参加費は3ユーロ約470円。 この写真にもありますけど、多分このピザにもどんどん使われたのかなと思いますが、まあ来て、こう会場でみんなで何かをして1日過ごした後に、まあご飯は出てきてるんですけども、他には特に、あの、あの、そんなに準備がめんどくさいようなことは何もせずに、えー、サイトもですね、10月開催のワードキャンプセビチャの、えーの、ワードキャンプのサイトの中にですね、まあページですかね、この、 ジュリっていうのは、えジュライですね。7月っていう、ただ、その1ページを作って、そこで参加者を募集したりとかしている内容です。ということで、まあ、ワードキャンプことでもないし、ワードキャンプのコントリビューターでって感じでもないんですけども、シンプルなイベントを開催していました。でこんな風にですね、えぇ、ー、様々な次世代イベント、まあ、ワードキャンプでもない、あの、そ,そして、まあ、ミートアップよりももうちょっと、 あの大きめのイベントだったりはするんですけども、アイディアがいろいろ出ています。えー、他に出ているアイデアとしては、学校ベースのグループということで、まあ日本ではまだそんなにはないかもしれないんですけども、この学校の中ではプレスを使う人とか、ウェブサイトを作る人のためのグループとか、まあ黙々会自体は日本ではそんなに、あの、すごい新しいことではないかもしれないんですけども、この1日をみんなでこう黙々会しようみたいな感じでイベントにしたり、あとは、 まあ、特定のグループに向けたもの、えー、ターゲットを絞ってですね、この、まあ、年齢とか年齢層、若い人向けとか、まあ、逆にシニア向けとか、えー、この職業の人のだけのためのイベントとか、興味の対象に絞ってみたりとか、あとビジネスピッチデーというアイデアも出ています。まだこれをあのしたい コミュニティはないんですけども、ええー、まあ、こういったビジネスのアイデアがあるので、あの、一緒にしませんかファン、とかファンディングっていうんですかね、その、支援してくれる、あの、企業を探してますとか。今まではですね、あんまりこういったビジネスっぽいイベントは、あの、しちゃいけないのかなってみんな思ってたこともあるかもしれないんですけども、まあ、それを一旦、あの、バリアを外して、何でも、あの、アイデアを、新しいアイデアを、 あの、集めてやってみようみたいなところが今行われているので、ちょっと、あの、そういったことやってみたかったんだけど、ダメなのかなって思った方は、あの、この後にちょっと、あの、申し込み方をご紹介しますんで、あの、提案してみるのもいいかもしれません。で、ラーニングっていうのは、まあこ、今回のイベントもそうなんですけども、ま、特定の、あの、ま、ワードベススの使い方っていうのももちろんそうなんですけども、あの、あえて、 ターゲットを絞って、今回、例えばイベントのオーガナイザーの方々に来ていただきたいみたいなイベントをしてますけども、そういったラーニングとか、えー、ネットワークデーっていうアイディアもありまして、スポンサーっていうか、まあ、企業ですね、企業向けのネットワーキングの日というイベントを考えているところもありますし、仕事を探している人と仕事をあの提供したい側のマッチングのイベントみたいなのも出てきています。 ということで、えーまあ、こういったアイデアがいろいろ出てきて、まあ、これからもあの実際にそれを開催していくコミュニティも増えていくとは思うんですけども、えー、ぜひですね、次世代イベントのアイデアがあれば送ってみてください。えー、これは自分でやらなくても、こういったイベントに行きたいっていうのでも構いません。こういう新しいタイプのイベント、すごい革新的というかイノベーションが あ,のあるようなイベントをしてみたいという方がいましたら、えー、ぜひですね、えー、これ日本語でもまああの書いても構わないので、送ってみてください。えー、ということで、えー、こ,れここまでが、えー、次世代イベントのお話になります。はい、次はですね、えー、はい、次は、えー、共同オーガナイザーの再オリエンテーションについてです。 ではえー、とミートアップの共同オーガナイんーのサイオリエンテーションについてお話したいと思います。実は私たちこのなんだろう一連の流れをやるのにこんな,なんか5分で終わるんじゃないとかって各自分の担当のことを言っていたのに <laughs> 割とすでに時間が押しているという事実がありまして <laughs>。あの 再オリエンンテーションの話はちょっっっとととさらっといけたらいいいけたかなと思っています、えっと、最初の時に話を、あこの,あのコミュニティビルディングワークショップジャパンの説明を最初した時にもちょっとお話ししたんですけど、ワードプレスミートアップっていうのをやっていく中であの、共同オーガナイザーっていう皆さんがいらっしゃると思います。ワードプレスミートアップの 申請の流れとしては、誰か一人がワードプレスミートアップ、うちの地域でやりたいですって申請すると、コミュニティチームの方で審査をさせていただいて、この人だったら大丈夫だね、ぜひやろうよとか、このチームだったら、ここの地域だったら、他にやってる人いないねとか、そういうことを経て、オリエンテーションというものが行われます。オリエンンテーションがえっと終わっ からワードプレスのミートアップを開始して、そうすると、その最初に申し込んだ人が共同オーガナイザーっていうふうにあの追加できるんですね。あ、そっか、今、オレインさんが質問をくださってるので、あとで言います。うん、<laughs> で、えっ、ー、と、そうですね、で、あのオーガナイザー、最初のオーガナイザーが共同オーガナイザーを追加していくっていうことができます。 でそうすると、この共同オーガナイザーの人たちというのはあの、オリエンテーションを受けていない状態になります。で、これはあのコミュニティーチームとしては、最初のオーガナイザーの人が、そのオリエンテーション的なことを共同オーガナイザーの人に伝えてねっては言ってるんですけど、まあ、なかなか、あのこう、 また劇みたいになっていって難しいって感じることもあるかなと思います。ということで、えっ、ー、と、オーガナイザーが共同オーガナイザーを追加した後でもう一回オリエンテーションを受けたいですっていうことができますということをご案内させていただきます。で、あの、今、しゅうせいさんがチャットに貼ってくださったんですけど、このミートアップのオーガナイザーハンドブックというのがありまして、とこの、 この中の一番最初のページを見ながら皆さんとお話ししていく感じになります。で、えっ、ー、と、これ、受けたいよっていう人がいらっしゃったら、ワードスラックで、なおさんか私にお声掛けいただくか、サポートアットマークワードキャンプ .org っていうメールアドレスがコミュニティチーム全体のメールアドレスとなっているので、そこまでお申し込みください。これも日本語でも大丈夫です。 えとチャットに書いていただいてたオーガナイザー共同オーガナイザーってあるんですかっていう話なんですけど、えー、と基本的にはみんな共同オーガナイザーではありますあのミートアップっていうものの仕組みで言うと,、えー、とワードプレスがオーガナイザーになっていてあの他の人たちは共同オーガナイザーになるんですけどちょっと今説明の中で一番最初の 共同オーガナイザーをオーガナイザーっていう言い方をしましたっていうところでした。なので、あのそんなに違いがあるわけじゃなくて、なんだろう、最初の人しか受けてないよねっていうことを言いたかったっていう感じです。ちょっと分かりにくくてすみません。では、大丈夫かなあ,ありがとうございます。合点ってお返事いただいた。じゃあ、新しい役割の話に。 ナオさんパスしますはい、えー、私もですね、特に共同とかを書いてないんですが、オーガナイザー、イベント運営者ですね、日本語で言えば、えー、そういった感じで触れてますが、えー、新しい役割というか、役割自体は今までもあるんですけど、ちょっと名前が変わったのでご紹介します。えー、コミュニティチームっていうのがありまして、えー、そこに参加しているすべての人はですね、コミュニティチーム、 まあメンバーになると思います。ここにいらっしゃる方は、えー、まあイベントに参加しているっていうだけでもうコミュニティチームのメンバーですっていう感じで、えー、参加することが、まあ、あの、チームの活動として考えられるので、まあ皆さんここにいることで、まあ、ここにコミュニティチームメンバーになっていると思ってもらっていいと思います。その中で、まあ、 イベントの運営者になる方もいらっしゃったり、えー、その他の,あのサポートをしている方もいらっしゃったりっていうことで、えー、それがちょっとあ,のあるので、まあ、今後ですね、まあ、イベントの運営の経験があるので、他の,あの、他のイベントサポーター、イベント運営者をサポートしたいとかいう、えー、興味がある方がいらっしゃれば、えー、もうちょっと今までよりもこう申請とかもしやすくなったので、えー 考えてみててみもらいたいたなと思ってご紹介します、えー、こんな感じで、ちょっと組織図っていうのでもないんですけども、えー、イベントサポーター、プログラムサポーター、プログラムマネージャーという新しい名称が追加されました、えー。これよりもですね、こっちの方が分かりやすいかもしれないんですが、えー、チームメンバーはですね、まあ、イベントに参加したり、スラックとか P2 って言ってあの、コミュニティチームのブログで あの、ディスカッションに参加したりっていう感じで、まあ、ちょっとカジュアルに、あの、このコミュニティに興味を持っている方は誰でもなれますよ、とかいう感じです。行動規範を守るっていうのが、まあ、資格って言ったら変ですけど、えー、その参加資格みたいな感じになっています。えー、今ですね、ミートアップの参加している いわゆるメンバーみたいな人は50万人ぐらいいるみたいな感じで、ちょっとワードキャンプは正確にこう、ダブリとかもあるんで、あの、数えられないんですけども、まあ何十万人もいると思ってください。世界中にですね。で、イベント運営者、いわゆるまあ共同オーガナイザーとかオーガナイザーみたいに言われる人たちが、イベントの運営を行っています。で、これはまあイベントを申請し、申請しっていうのは、例えばここでミートアップがしやりたいです。まあ日本で言えば、ここに 県の中でミートアップのグループがないところで申請して承認される方とか、あとは、まあ、あの今やっているところに参加したいということで、えー、イベントを申請するってわけではないんですけども、共同オーガナイザーに手を挙げて参加する方もいらっしゃるかもしれません。資格としては、まあ、あの特にあの何か経験とかは必要ではなくて、えー、WordPress ミートアップの,あの同意事項を守れば大丈夫ですということで、世界に 1600万人1600 1600人 <laughs> 1600人ぐらいですね。まあ、こ過去1年間にあのイベントをオーガナイズした人がいるということらしいです。グループとしてはまあ700何人ですけど、だいたい複数の共同オーガナイザーがいますから。と、はいうことで,で、この他のこの3つのあの他の ロールっていうんですかねあの、役割っていうのがあまり馴染みがないかもしれないんで、ご紹介しますと、えー、今までワードキャンプメンターっていうことで、ワードキャンプに限ってこうメンターっていうのあの役割の人がいたんですけども、これがちょっと変わりまして、ミートアップにもサポートをしたりとか、あの今、先ほどお話した、ネクストジェネレーションイベント、次世代イベントをサポートするような形で、イベントサポーターという、えー、役割が、名前が変更になりました。 この人は、えー、イベント、まあ本人もイベントを運営した経験がある人なんですけれども、えー、ミートアップを経験した人であれば、ミートアップの、えー、運営者、新しい運営者とかです、ね、に、えー、サポートしたりとか、そういった役割になります。えー、そうですね、イベントの経験があって、えーまあ、LearnWordpress っていうあのオンラインの、まあ、ラーニングプラットフォームみたいなのがあるんですけれども、そこに このイベントサポーターになるためにみたいなコースがあるので、それを、えー、完了するっていう条件が必要になります。えー、今、世界で21人いるということです。で、プログラムサポーターは、 えー、今までデプティと呼ばれていて、まあ、野中川さんとかはよく、私はデプティですって言っても、もでもよく分かんないですよね。その日本語にあまりなじみのない言葉なので。なので、プログラムサポーターという名前になって、ちょっと分かりやすくなったかなと思うんですけども、えー、メールの対応とか、えー、申請があった時のそのレビューとか、グッズを発送したりとか、そういった、えーまあ、ただイベントをサポートするだけじゃなくて、プログラム自体をサポートするという役割になります。 イベントサポーターをサポートするっていう役割もあります。でこの人たちは、イベントサポーターの必須条件に加えて、ミートアップとかワールドキャンプの運営経験が、まあ、委員長としてとか、あのリーダーみたいな形の経験があることが望ましいということで、そういった方々がやっています。でプログラムマネージャーはまたさらにもうちょっと経験がある人たちで、今まで さらによくわからないスーパーデピティという名前があったんですけども、これあまり触れられてないんですが、ちょっとあまりにも、あの、わかりづらかったんで、あまり聞いたことないかもしれないんですけども、新しくは、えー、まあ、プログラム自体を管理する人たちということで、プログラムマネージャーという名前になりました。えー、この人たちはもうちょっと、こう、ややこしい話って言ったら変ですけども、予算のレビューをしたりとか、えー、まあ、あとトレーニングっていうんですかね、まあ、他の 役割の方々にこう経験を、えー、共有したりとか、あと何か問題が起こったらそれを紛争のトラブルを解決したりとか、あとグローバルスポンサーといって、まあ、あのワードキャンプをした方はなじみあるかもしれないんですけども、あのこうな,ぞこうなぞって言ったらいいんですか、コミュニティチームからこうお金がもらえるんですね。これはグローバルサポンサースポンサーといって、あの 世界のホスティング企業とか、まあ、あのいろんな企業があのお金をたくさんプールしてもらってくれていて、そこからお金をあの各ワードキャンプがもらえるんですけども、そのワードキャンプの、えー、グローバルスポンサーなどと、えー、交渉したりするっていう、ちょっと、まあ、やくしい,いろんな手続きとか、あの、役割を持っています。ということで、ここは、まあ、プログラムサポーターとして経験がある人ということで、 15人ぐらいですね、今、います。まあ、そんな感じで、まあ、その細かい話は <laughs>、あの、置いておいて、まあ、この、うん、イベント運営をする、その先にも、あの、さらにですね、今の運営者が新しく、例えば日本でも新しい運営者の人が加わってきたりしますけれども、なかなかそういった方たちが、こう、続けていくには、やっぱりサポートが必要だったりするので、えー、日本でももうちょっと、こう、イベントサポーターの人とか、 まあ、プログラムサポーターもそうですけど、まあ、あの、いろんな方が増えていくと、えー、いいのかなって思ったりしていますんで、興味があれば、ぜひ、えー、なるにはですね、まあ、申請というのがあるんですけども、まあ、これは、あの、ワードキャンプの申請とか、ミートアップのイベントの申請みたいな感じで、まあ、その、その申請者の人となりっていうのを、まず、あの、調査されます。<laughs> えー、どんな方かな、なんか、こう、 ちょっと問題発言をしてないかなとか、まあ、ちゃんとこうワードプレスを使ってる人かなとか、そういったことで、まあ、皆さんミートアップとかされてたら問題ないんですけども、日本語で記入しても OK です。えー、そこでですね <laughs>、あの、審査がありまして、まあ、それを通過したらですね、グループオリエンテーションっていうのが、あの、しましょうってことで、予約しましょうってことで日付を持って、今ちょっとけ、あの、まだ、 あの、確定はしてないんですけど、日本語でこれが、まあ、できるようになるかなとは思っているので、特に複数とかですね、あの申請があれば、例えば私とか、あの、純子さんとかで、ね、オリエンテーションとかもできるかなと思っているので、あの、必ずしも英語じゃなくても大丈夫だと思うので、えー、興味がある方はぜひって感じで、で、この、まあ、その先のですね、タスクの実行ってことで、あのー、基本的に、 最初のタスクはですね、イベントサポーターのタスクは今、ちょっとミートアップの、あの、あまりこう、ミートアップをあのしばらく行っていないところの、あの、サポートみたいなのは思うっていう話を聞いたので、も,もしかすると、あの、そういったコロナでちょっと間が空いてしまっているところを にサポート,ポートをこう悩みを聞いたりとか、そういったことが多くなるかなとは思うんですけども、まあ、この先ですね、いろんな形でお互い助け合っていく形でいければなと思うので、まあ、その先にはいろんなタスクというかあの、助け合いが発生するとは思うんですけども、そういうことも、おっとすみません、興味がある方がいらっしゃれば、ぜひ、えー、申し込んでみていただければなと思います。 え申請をこちらからっていうのは送っていただいているので、はい、Google 翻訳とかも使えるページだと思うので、ぜひやってみてください。はい、それではですね、次ですね、イベント会場の費用申請ということで、また別の申請について。 また別の申請の話が <laughs> <laughs> なんかこれ考えた時にそれ思ってなかったけど申請続きですね <laughs> 申請の話ばかりですねちょっとその最初のオリエンテーションの時に基本的にはこういうこともできますよっていうことはご説明させていただいてるんですけどあんまり日本で利用されてる方 はあのいなくはないんですけど少ないかなっていうところであのミートアップのイベント会場の費用って実は申請できるのでその話をしたいと思います。ねええー、とミートアップの会場あの探すの大変っていう話があっていやま,ずまず多分そもそも探すのが大変っていうところはあると思うんですけど基本的にはみ無償で。 できるところをまず探しましょうっていうふうにミートアップはなっていて、で、無償でできるところがなかった場合、あのワードペースコミュニティサポートが会場費を負担しますという仕組みがあります。それは、あの、さっきなおさんが言っていたグローバルスポンサーという謎の <laughs> 謎ではない、あのスポンサーから集めたお金とかで、会場費を説明す、あの申請することができます。 えー、と申請するにあたってはあの、どんなんでもいいよっていうわけではないんです。でえー、とどういうものかっていうと、ワードプレスミートアップのチャプターアカウントである、もしくは同等のイベントっていうふうに書かれています。例えば、多分このコミュニティビルディングワークショップジャパンがどっかで対面イベントしたいからとかっていう話とかがあったら、またなんか申請。 できたりするのかなと思います,でもあのあすいません、あの渡辺さんが書いてらっしゃるんだけど、単発じゃダメ複数回っていうところもあるので、連続性があるかどうかっていうのは見られたりするかと思います。で、まあ、グループが5つの良識ルールを守っている。で、無料で提供する会場を見つけることができない。で、費用負担を申請する会場が安全性、十分な収容人数、アクセシビリティの最低要件を満たしている。 でえー、とアクセシビリティの最低要件っていうのは、例えばどんなことかっていうと、えー、と会場に入るのにスロープありますかとか、エレベーターはありますかとか、そうですね、あと、あのお手洗いがあの男女別だけではない、あの車椅子用とかそういったものがありますかみたいなことを聞かれたりとかします。でえー、と 全部が本当に完璧かどうかっていうよりも、まあ、ちょっと努力して見つ探してるみたいなところの話だったりもします。であと、宗教と政治と関係のある会場は避けるっていうふうになっていますで、えーと。宗教と政治との関連のある会場を避けるっていうのはどういうことかっていうと、まあ、日本あんまり多くないとは思うんですけど、海外とかだと、あの 日曜学校、教会の日曜学校とかを会場にしたいみたいな話とかがあって、そうすると、その宗教をの場所には入れない人とかが出てきたりするんですね。なのであの、みんなが入れる場所にしましょうっていうふうになっています。えっ、ー、と、ミートアップ開催会場の申請ホームっていうのは、ちょっと日本語でも翻訳されているので、ぜひ、 見てみてください。で、えっ、ー、と入力して申請してください。日本語で OK です。で、えっ、ー、とコミュニティチームの担当者からそうすると連絡があってやり取りをするようになります。で、あのまとめて書いてそうなんですけど、あの寄付はあの申請をいただいてあの会場費のサポートをさせてもらっています。 1>, でえー、と1人1ヶ月あたり、会場費上限は10米国ドルということで、さっき見たら今だと1470円ぐらい、1500円以下ぐらいでのサポートが出るっていうふうになります。なので、申し込みをあのしていただくと、ちょっと会場が楽になるかなと思います。 ちなみに、ちょっと会場費をいきなり申請する前に、この無償じゃない会場を本当にちゃんと探したみたいなののチェック項目はあったりしますが、ぜひご利用くださいというところで説明を終わります。何か質問があったら、ぜひまたチャットに書いてください。もうすでに書いてくださってる方がいらっしゃいますが。 オレインさんが請求書ひな型もあるっていうことで、ぜひみんなオレインさんにもらいましょう。はい。では次、イベントで使うツールコンテンツの選び方。バトンタッチします。はい。僕です。はい。イベントで使うツールやコンテンツ。まあ、ここまではなんか申請とか役割とか、なんかちょっと難しい話がどんどん来たんですけど、ここは、これからは、あの、 こう今日はオーガナイザーが多いので、まあみんな、コロナ禍ちょっとオンラインになって難しい、えー、開催が厳しいなと思ってる人もいただろうし、じゃあオフラインに戻ろうか、オンラインのままでやろうか、そもそもミートアップって何やろうっけっていう感じで悩んでる人もいるかもしれないので、まあツールだったりとか、こんなコンテンツやっても面白いんじゃないですかみたいな、僕ら4人が思ったことをちょっと共有させてもらいます。 で、えっ、ー、と、ちょっと今回オンライン、あの、オフラインだともうほんと場所に行くっていうところなんですけども、オンラインで開催するときにどうしようっていうふうに悩んでる方も多いと思うんですけども、まあ結構一般的なのだと、Zoom 今日も使っている Zoom を通して開催をする。Zoom で開催する場合は URL を発行して、えー、参加者に URL を送ってみんな入ってもらって、えー、この場で楽しむ。まあブレイクアウトルームもあったりとか、いろいろオンラインのツールがついているので、それも使えるよねっていう。 ただし、ズームって、あの、必ずしも全員が、あの、なんだっけ、有料プランを持っているわけではないので、まあ、40分制限があるとか、いいので、必ずしも、えー、誰でも使えるツールではないという制約もあるんですね。でも、その中で、実はずっと、まあ、昔からありますけど、Google Meet という、Google、まあ、Gmail のアカウントを持っている方も多いと思うんですけど、Gmail を持っていれば、 誰でもミーティングルームを立ち上げられるツールなんですけれども、えー、このコロナ禍ですかね、すごいだいぶ進化して、えー、と映像も綺麗になったし、音声も綺麗になったし、えー、チャット機能も優秀になったし、えー、今や Google さんの AI が入って、翻訳も結構、自動翻訳も結構やってくれたり、書き起こしも結構優秀になっていて、で、かつ誰でも無料で使えるっていうところで、えー、Google Meet を使った開催を え、もありかなと思っています。えー、はい。あの、Google Meet ただ、なんか Zoom って多分もうみんな使い慣れてて、Zoom ってフィルターがあるよねとか、背景すごい綺麗なの使えるよねとかあって、Google Meet ってどうなのっていう質問、疑問もあると思うんですけど、フィルターはないんですけど、背景とかは全然あるし、あの、全然、あの、ぼかしをしたりとか、そういうのも全然できます。 で、まあ、モナーミート、やっぱ、ズーム使いたいなと思ったら、えっと、今、チャットに書いてあるんですけども、ズームのプ,ラプロを、えっと、申請、グローバルで持っているアカウントを利用したいですって申請することもできるので、えー、それもご検討いただけたらなと思います。で、じゃあ、こういうオンラインのこの通話のツールじゃなくて、えっと、この中でだいぶいっぱい出てきた、えっと、なんて言ったらいいのかな。 オンラインバーチャルオフィスみたいなツールっていうのが結構あって、国産だと一番下にあるオービスっていうのがあり、で、海外のものだとギャザーっていうのがあるんですけれども、どちらも確か無料プランでも何人までみたいな制約はあるんですけれども、使えるので、じゃあ無料プランで使えるうちで、えー、開催できる人数で、えー、やってみようかとか、ええー、あの、 で、開催してみるのもいいのかなと。まあ、両方とも、なんだろう、なんて言うんだろうな。R、昔の RPG 感があって、アイコン、アバターアイコンを出して、こう、移動してみたりとかあるので、まあ、それはそれで面白いかなと思います。まあ、こういう感じでいろんなツールがあるので、僕らは今4個上げさせてもらってるんですけども、もしかしたらこれ以外にも便利なツールがあるかもしれないし、えー、ぜひご検討いただけたらなと。で、オフラインで、ちょっと書いてないんですけども、オフラインでやるときにも、 ズームとか Google Meet を使えば、一台パソコンを置いておけば、会場で参加する人とオンラインで繋がっている人を、その通話ツールを通して繋ぐこともできるので、まあ、こういう便利なツールは、ぜひ活用いただけるといいなと思います。で、そんな中でミートアップをやっていく中で、こうやってただ単に話してたりとか、するだけじゃなくて、一方通行とか至らなくて、どっちかというとみんなでインタラクティブなミートアップをやりたいですよっていうときには、えー、使っているところも、 多いんですけど、スライドっていうその Q&A、えー、と質疑応答とかアンケートとかができるツールもあるので、そういうのを使って、えー、参加者の声をその場で直で、えぇ、ー、すくい上げて、えー、話題として、話題とか題材としてやっていくっていうのもありかなと思います。で、今日みたいにこういうプレゼンテーションツールを作りたいとか、なんかそういう時にはやっぱり Google スライズとかを使うと、例えば Mac、Windows 関係なく使えたりとか、 え、言ってしまえばスマホからもアクセスできるしとか、あるので便利かなと思います。で、あとは Google スプレッドシートですね。これは、他のイベントとかでも開催されてるんですけれども、開催されているときに利用されてるんですけれども、1枚のペライチの Google スプレッドシートを作って、そこにみんなが思っている疑問点を書いたりとか、紹介したいツールを書いたりとか、で、 その質問が上がったら、そのスプレッドシートに参加者同士でコメントをし合っていく。で、そうすれば、イベントが終わったときに、えー、そのツールを、ツールというか、スプレッドシートを見返して、あ今日、今回こういうイベントやったなあ。でもなんか1時間前ぐらいで話したことってどんなことだったかなってすぐ見返せるようになるので、こういう世の中にある便利なツールは、えー、使っていくと、えー、より楽しく、えー、運営者の負担も減っていいのかなと。 思います。でですね。 で、次に開催コンテンツアイディアっていうところなんですけれども、まあ結構みんなセッションやってたり、LT やってたり、まああとは黙々回もやったりとかすると思うんですけれども、まあセッションも一人の登壇者を呼んで呼ぶ形式でもいいですし、何人か、えー、このスライドと右上のがなんかがそうですね、登壇者が複数人いて、まあパネルディスカッション形式みたいなセッションをやってみるのもいいですし、えー、参加者から、え、ライトニングトークをしたい人を募って、もう 五輪六人とかで、ライトニングトーク大会、LT 大会、よくやってるところもありますけど、そういうふうにやるのもありかなと思います。で、それ以外だと、ダレッジ共有っていうのとか、ワークショップとかっていうのは、まあ、それこそ本当にもう、新しく、つい先日、昨日、おととい、6.3が出ましたけど、その6.3で出た機能をみんなに運営者からご紹介しますよっていうイベント、ダレッジを共有する、または、〇〇を作ってみたっていうのもいい,だろうい,いでしょうし、 で、それ以外でワークショップっていうのはその6.3をみんなで試してみましょうとか。で、次がダイバーシティスピーカートレイングです。これはやりたいっていう人は、またそのやりたいっていう人がダイバーシティスピーカートレイングとは何ぞやっていうことをまた学ぶことが一つ発生しちゃうんですけども、その多様性について議論をするためのミートアップをやりたいとか、そういうのもいいかなと思います。 で、あとは、日本では2020年に一回やったんですけど、デューアクションっていうハッカソンがあったんですけど、えー、ミートアップ単位でちょっとハッカソンやってみたいよっていう場合は、それも全然いいと思いますし、むしろハッカソンやろうよってなったら、それはまさにネクストジェン次世代、名前わかんないがネクストジェネレーションイベントの一つになると思うんですけれども、いいなと思います。で、黙々会は、えー、やってる方も多いと思うんですけど、本当に一つの場所に集まって、みんなでやりたいことを作業して、なんか質問があったら、 聞いて、答え合って、えー、みんなで、えー、こう、楽しんでいく。で、最後の3つが、ちょっとなんかお楽しみ感があるんですけども、コーヒートークっていうので、さっき犬川さんからお話があったように、2人が2人が参加者がいて、その2人がワードプレスの話をすれば、それはもうミートアップなので、じゃあ近くのコーヒーショップ行って、ちょっとお話ししようよ。コーヒーショップでみんなコーヒーいっぱい買って、えー お話しようよとかでもいいと思うし、今はもうこの猛暑でちょっと改正厳しいかもしれないですけど、秋とか季節が良くなってきたらみんなでピクニックしましょうよとか、そういうのもすごくいいと思うし、最後は食事会とかパーティーっていうのも、純粋にこれもそのワードプレスという一つの題目を通して、みんなで集まって食事をしたりとか、パーティーを開催する、例えばのもいいかなと思います。右側の写真だと一番下の写真がこの前20周年の ワードプレス20周年のお祝いをした時の写真なんですけども、こういう感じでみんなで集まるっていうのも、ミートアップのイベントの一つになりますし、で、左側に書いてないんですけども、右側の写真だと、右の真ん中かなフォトウォークっていうのが、東京でどんどん開催してるんですけれども、みんなで、 ワードプレス好きなみんなでどっかに行って写真撮ろうよ。写真撮ってる間にみんなでお話ししようよとか、写真撮った後にみんなで写真共有したり、こういう写真でウェブサイト作るとかブログ更新するときにあると嬉しいよね、みたいな。そういう話、そういうのをやるだけでも全然ミートアップのアイディアに、あの、コンテンツにはなるので、そういうことを落として新しいミートアップを開催するのもいいのかなって思います。で、書いてないんですけど、 例えばなんかこれやりたいんだけどとかなんかあればそれも全然ワードスラックのミートアップチャンネルで相談してもらうのでもいいでしょうしまあなんか普通にこういうのやってみないってみんなでえ話し合った上でやってみるのもいいかなと思います。で、自分のスライド。はい、こんな感じでツールとコンテンツの話でした。で、スライドを飛ばすと何なんだ はい。ここで終わりっぽいです。スライドを飛ばすとアンケートになっちゃうので。えー、っと、じゃあ、ここまでの、えー、中で結構チャットもずっと動いてるのはこっちで見てたんですけれども、えー、アンケート。今回、今日みんな参加いただいた皆さんに対してアンケートのご協力をお願いしていまして、えー、こういう、僕らも6ヶ月間、これからずっとやるんですけれども、こういう、例えばさっき言ったような、こういう話題を取り上げてほしいとか、今日のイベントは楽しかった、 こういう気づきが得られたとか、そういうのをフィードバックをくれるフォームを用意していますので、まあ僕らもこの6ヶ月間どんどんイベントをより良くしていくためにも、皆さんの意見って、フィードバックって大事だなと思ってますし、6ヶ月以降も大事になるので、ぜひご協力お願いします。まあこういうね、QR コードがたとえ書いてあったとしてもみんな読み取りにくいと思うんで、多分ズームのチャットで URL が今共有されてまして、後日のメールでも送られると思うので、ぜひご協力 くださいっていうか書いてくれるとマジで嬉しいですお願いします本当にお願いします。<え>ではい。へのフィードあごめんなさいこのアンケートって私たちへのフィードバックだけじゃなくてあのネクストジェネレーションイベントのフィードバックとしてグローバルの方でも共有する今パイロット版やってみてどうっていうものになるので。 あの皆さんの意見が本当にワードプレスコミュニティ全体に役立つので <laughs> よろしくお願いしますという追加でした。お願いします。はい、じゃあ、純子さんにマイクを戻します。あはい、なんだろう。あそう、記念撮影をして、その後 FAQ があるので、まだみんな落ちないでね。<laughs> じゃあ、ちょっと一回記念撮影をしたいですということで。 はい、顔出せる人出してくださいであとなんかこのタイミングかどうかわかんないんですけどしゅうせいさんお誕生日おめでとうございますありがとうございますハッピーバースデーこれさ録画されてるからいいよ個人情報個人情報。情報 <laughs> あそっか録画されてるから言わなきゃと思った <laughs> <laughs> ありがとうございますありがとうございます、はい はい、ぜひ顔出せる人は顔出してください。えっとですね、あの、はい、共有したいんですけど、うん、ワードキャンプ東京で佐伯さんがスクショ撮る記念、練習をもう3、4か月ぐらいずっとしてまして、佐伯さんがスクショ撮るの、うそう、スクショ撮るの得意になったらしいので、任せたいと思います。<あ> <laughs> <laughs> そういうノウハウもぜひ共有してください。<laughs> みんな <laughs>、イベントに必要なスキルですね。 佐伯 <laughs> さん、口動いてるのにミュートなんですよ。なんかね、あの、<laughs> スクショ撮るときに、あの、セルフタイムができるらしいんだけど、俺まだ使えたことがないから。<laughs> あんまり。あんまり。じゃあ、僕、じゃあ、僕が撮ります。ちょいちょい。ちょい。<laughs> じゃあ、<laughs> <laughs> じゃあ何のポーズをするかはしてお願いします。じゃあ、ダブル ワードプレスの W 大丈夫 <laughs> 大丈夫いきますよ。<laughs> はい、5秒タイマーがあるんで、ねはい、いきますよ。<あ>5四、5<秒>4、3、2、1ちょっと不安なんでもう一枚取りますね。はい、回るんでいきますよ。はい、一5、4、3、2、1 取れまましたはいありがとうございますじゃあ<や>ちょっと最後私たちすごいあんなに押したのに割と時間通り終われそう <laughs> もう1時間半も経ってしまったのかっていう感じですね,ねそうですねちょっとあの FAQ 的なところで今聞きたいことある人は書いていただいても大丈夫です ちょっと何だろうここまでの中でチャットで拾ったものを1個話していくとやっぱりなんか会場を探し大変っていうのは結構困ってることとしてあるかなと思うんですけど皆さんなんかどうやって会場を探してるとかありますかそういう意味ではなんか地方都市本田さん本田さん <laughs> あのワードプレスミートアップ の香川としては私はそっちあまり関わってないですけど、高松とか地方都市な感じじゃないですか。はい、はいはい。会場探しどうしてますかどうしてるどこを会場にしてますえっと、僕が行きやすいところを選んで。<laughs> <laughs> いや、ま、それ結構重要であの、出かけるのに億劫になると、 あの、回数続かないんで、<laughs> まず自分が行きやすい範囲で、その、何ですかね、集まった時に、えっ、ー、と、コンセント使えたりとか、なんかそういう、なんか、 <laughs> でもな、ない、それがないときはどうやって探すんですかね例えばなんかカフェとかでもされてませんでしたっけそうすね。あの、ずっとカフェでやってたんですけど、だから駐車場もあって、あの、香川の場合、やっぱり車移動の人が多いので、車が止められてっていうのを考えると、まあカフェとかが集まりやすいかなっていうんで、カフェでやってたんですけど、 はい、なんかいい,とい,い,い,いなと思って、タリーズかどっかかな、のなんか、はいはい、ミーティングルームみたいなのい、ね、ミーティングルームみたいなの、はいちょうど近くにあったので、はい、そこでやってます、やってますというか、最近やってないですけど、<laughs> はい、そうですね、<laughs> やってました。な <laughs> ん、ね、だろう、どなたか、会場さん、ハムさんとかどうですか 私はもう使うところを2箇所に決めているので、そのうちで空いてたらやるって感じですね。あの、そこじゃないと、費用が高いので、まあ、札幌市が運営していると、公共の会場、ちょっと休めのところがあるので、そこのうちのどっちか、うん、どっちかじゃないですね。正確に言うと3箇所ぐらいあるんですけど、そのうちの2箇所ぐらいに絞って探してます。うんすね、ただ問題は、やっぱ電源がない。 とところがほとんどなのでーえーっとワークショップ的なのでパソコン使ったりするときにはちょっと要注意かなっていうのはあも課題としてありますし、うん、もう、えー、っとそのうちの一箇所が Wi-Fi もない、うんまあ、そういっただから何をやるかとえー、っとで一応とも考えて決めてます。 ありがとうございます。なんか、そうですね、なんか渡辺隊長とか、オレインさんとかも、結構やっぱりコミュニティセンターとか行政施設とかがまあ安くって取れたらいいっていう感じですかね。まあ、とはいえ、なんか、結構前に予約しないといけなかったりしませんかいやいいですか。はい。はい。千葉の,の場合ですけどもね、このコミュニティセンターって、まあ、千葉市内中心に結構な数あるもんですから、 で、これ全部オンラインでもってあの予約が取れるんですね。なのでもう月末ぐらいに、まず自分たちの使いたい人、使いたい時間を考えて、で、これで取れそうなところを探していくっていうのが今の僕のやり方ですね。で、あの、さっき電源がないとか Wi-Fi ないとかっていう方いらっしゃいましたけども、全部持ってきゃいいんです。はい。 私あの、自分でもってやっぱりあの、地元でもって公民館のパソコン教室でもう20な近くやってるんで、そうすると電源ないのも Wi-Fi ないのもそういうところに行って当たり前なんですよ。だとしたらばもう電源ケーブルは大体今、1回行くときに5、6本持ってきますし、Wi-Fi はもうホームルーターを全部担いで持っていくようにしてます。あと、場合によってはプロジェクターとスクリーンも持ってきますし、えー、現地で使うためのその、 海洋用のコンピューターも持つようにしてますから、結構な量の荷物を持ち歩いてる感じでやってますね。うん、そうですね。はい、持っていく。あ、っそっか。持っていくが基本です。<laughs> 持っていくが基本、すごい。<laughs> あと、なんか私。これで持っていますからあ、いいですね。はい。はい。私、あの、大阪にいた時は、まだワードプレスミートアップになる前ではあったんですけど。うん 会場スポンサーみたいな感じの企業さんがいてくださったりとかはしてました。うん、これはうれはやましいな。じ <laughs> <laughs> かこんなふうにしてるよみたいなシェアがあればあまりないかな。そしたらちょっと次のあ,<ー>あはい。東京は参考にはならないですから、ねうん。東京は、うん 東,東京の苦労って何なんでしょうね東京ごめんなさい。なんか地方は会場を探すのが大変とか人が集まらないとか <laughs> いろいろ。東京の苦労はオーガナイザーが疲れちゃってることですかね <laughs> あ<ー>。ああ。東京も多分無料の会場はないですね。結局は<何>、うん、あの無料でっていうと例えば、あの、 スポンサーになりそうな企業さんの,、うん、あのセミナールームを借りるとかっていうのはあるけど、うん、まあそれもその恒久的に借りられるっていうほどのものではなかったりするしでまあミートアップやるって言ったらやっぱ週末土日とかになるじゃないですかそうするとその企業さん通常お休みなんであのそこの担当者さんにお休みの人に来てもらわなきゃいけない。うんうん とかはあるのであんまりそこにずっと甘いっぱなしにはちょっとあれかなっていうのもあったりもするので結局そうするとじゃあその気軽、まあ、無料だからやっぱ気軽に使いたいじゃないですかってなると <laughs> 気軽に使える無料のとこっていうのを条件で探すとちょっと難しいっていうのはあるかなっていう気がしますね。なんかあんまり同じとこ で偏るのもちょっと悩ましいですよ、ね、なんかこう、うん、ある一定の企業の方にまあご好意なんですけどなんかこう同じところでずっとやっていいのかなみたいな感じになっちゃったりね。あたくさんやっぱ複数の企業さんがい,いらっしゃってこう点々とできると <laughs> <に>いいですよね。うん、計画的にね。<laughs> コメントで。 いいでで、ね、ですすすねねそうううあとどうでしょうあすみませんもう一個ぐらい質問的なの,あのオフラインがやっぱりまだ人が戻ってこないっていう話とか、まあ、地方がちょっと人がなかなか集まらないみたいなのは悩ましいところかなと思うんですけどなんかこうしてるとかありますか あんまりなさそう。みんな悩んでるだけかもしれない。どうぞどうぞ。はい。はい、お願いします。はい。ちょっと今、あの、先月ぐらいから実験的に始めてるんですけども、オンライン、オフライン、同時開催なんですけども、オンラインはオンラインでもって、例えば2時間で終わったらば、オフラインはその分から、プラス延長戦でもってやろうよと。オフラインに出てもらうことになんか、あの、得点になるようなものがないかなっていう。 ことを考えてでオフラインの会場に来てもらったらば、例えば、まあ、ちょっと普通よりもお、オンラインで参加してもらう方よりも長めに、えー、相談に乗ってあげられますようだとか、なんかこういうイベントを参加したことによって、交流が深まるよみたいな形で。 オフラインに対してのプレミアムをつけていくっていうのが、一つやり方としてあるかなということを今考えてやってますね。いいねありがとうございます。確かに、何だろう。私なんかコミュニティすぐシール配るから、オフラインに行ったらシールもらえるよみたいな。<laughs> うん、そも実際、今あの20周年記念のグッズ余ってるんで <laughs> <laughs>、うん、だからオフライン会場来た方にはお土産っ,つってそれ渡して、こっちのサンゴを札幌は多分僕だけかもしれないですけど、すごい割り切ってて。 オーガナイザーが同士2人以上いればいいかなぐらいの。別に集めたいっていう欲がそんなにないので、<laughs> 来たい人おいでっていうぐらいの気持ちでやってます。割り切らないといっぱい来ないとやれないみたいな気持ちじゃないの。なんか私もどっちかっていうと、そっちですね。<laughs> うん あ,あと、石川さんがちょっと今、チャットに書いてくださってて、オンライン、オフライン両方でやると、東京の人でもオンラインに参加してしまって、結果、オフラインの人数がほぼいないことがありましたって。<laughs> まあ、便利ですからね、オンライン。うん本当なるほど、まあちょっとその時の話で言うと、あのーまあ、場所的に。 あの僕の自宅からだと1時間、まあ、20分ぐらいかかる場所だったんですねあの、小江戸でやったんですけど、そうするとまあ、1時間半ぐらいかかるところを往復でもって3時間かけて行っているのに。<laughs> オンラインでもって東京の人が出ていてオフラインが1人とかになっちゃうとそうするとこの3時間の往復は何だったんだろうって思ったり <laughs> 僕もオンラインで参加したいよって思ってしまったりするというそういう悩ましいところがありました。確かにまあ、そういういい意味ででささっっききのの会場探しとととこころろ本田んがが言てた自分行やすすにるとかも なんかメンタル的には大事な気ががしまますすねありがとうございますそしたら今日は時間になりましたのでここら辺にしようかなと思うんですがなんかまだまだ話したかったとかこれ言いたかったとかいう人とかいませんか今後のトピックのネタとかでも <laughs>。 そしたら、もしあれだったら、ここで一旦レコーディングは止めて、回としては終了して、残りたい人がいたら、11時ぐらいまで少し雑談タイムしてもいいかなと思うんですけど、いかがでしょうか。大丈夫そうかな。はい。手を挙げた <laughs>、はい。はい。いいよっていうことかな。 そしたら、今日のの、忘れそう、大丈夫、はい、<laughs> コミュニティビルディングワークショップジャパン、ここでお開きにしたいと思います。残りたい人はぜひ残って、もう少しお話ししましょう。では、ありがとうございました。